快速は速い。そりゃそうじゃろ。快速ならもちろん速いですよ。それはもちろんです。東海道線の豊橋伊勢を走る快速や新快速は非常に速いです。一方、同じ東海道線の東京から熱海という区間でも快速は走っています。今日はそれに乗るんですね。ビルの中をかっ飛ばす快速、見てみたいもんじゃのう。快速の進化を発揮しているところを見るべく、奮発してグリーン車にも乗っちゃいましょう。とりあえず上野まで。フラッシュを使用しての撮影。三脚等の使用は処理中で。はい、1000円かかりましたが、まあ快速ですから仕方ないですね。グリーン車乗るからでは。というわけで快速アクティ入線。ずいぶんゆっくり入線してくるのう。こちらが東海道線の E231 系ですね。ざっくり分類すると E231 系1000番台。緑とオレンジの電車ですね。これに乗って上野まで行くというわけじゃな。あ、あれがグリーン車ですか。2階建てにより収容人数を増やした特別車です。415系1900番台や215系を彷彿とさせる見た目ですね。それでは乗り込んでいきましょうか。あ、星ボタン式なんですね。始発駅だからでしょうね。寒いので閉めておきましょう。電車の中に階段があるのってちょっと不思議ですね。階段を上がると堂々の2プラス2列シート。優等種別っぽい座席じゃのう。この座席を見れただけでも1000円課金した甲斐があるというもじゃ。座っていくかの。通勤で使われている車両なのに特急みたいな座席に乗れるの変な感じです。座ったらまずは天井のランプを忘れずに点灯させましょう。これで着席してるという証明になるからの。有料座席とだけあって当然テーブルがついてます。ですが、コンセント設備はないのでモバイルバッテリーを用意するのがいいでしょう。コンセントはなくとも防止掛けはあるのう。それからあとは、ドリンクホルダーや網の荷物入れもありますね。2階建て部分には網棚がありませんので、ここら辺で工面していきましょう。ブラインドは見る限りフリーストップ式じゃな。程よく開けることもできますね。そして防止掛けが後ろにも。あとは前後に電光掲示板。それなりに広々としている足元。これならゆったり足も伸ばせますね。やっぱりリクライニングもついとるか。まあそこそこ倒れます。おおってレベルではありませんけどね。そんな座席がずらーっと並ぶグリーン車。特急みたいな設備がたくさんでしたね。じゃ、行くかの。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は上野東京ライン宇都宮線直通快速アクティ小金井行きです。停車駅は小田原までの各駅と高知、平塚、茅ヶ崎、藤沢、大船、戸塚、横浜、川崎、品川、新橋、東京、上野です。宇都宮仙台は各駅に停まります。グリーン車は4号車と5号車です。停車駅が少なくても悲観することはありません。私たちにはグリーン券がありますから。快適な空間に長くいたいってのはそりゃそうですけど、それぞれのルートで熱海から東京に行くとこんな感じです。快速でもそこまで速くありませんね。急ですがグリーン車のトイレに入り込むことにしましょうかね。本当に急じゃない。まあ設備としては普通車のトイレを結構狭くした感じと言いますか、右手側にベントクリーナーがある以外は普通車と大きな差はありませんね。むしろ広さは劣ってる感じですかね。スペースや需要の都合上広さに関しては仕方がないというわけです。というわけで脱出。トイレを出るとすぐ前に洗面所があります。ちゃんとギャブギャブ洗えるくらいの広さがありますね。脇にはゴミ箱があるのか。席に戻ってきました。というわけで持ち運んできたパウンドケーキを。なんかちょっとボロボロになってませんか。そんな、ああ皆さんはこういったものを持ち運ぶ際、なるべく早く食べるようにしましょうね。
早川から真鶴の間はよく海が見えます。おそらく東海道線内で最も美しく海が見えるのではないでしょうか。ここまで近くを走るものなんですね。東海道線内の一押しポイントです。さて、電車はもう間もなく根府川に到着。さて、快速アクティなんですが、実はかつてもっと停車駅が少なかったものでした。今でこそ鈍速快速ですけど、昔は戸塚、早川、根府川も通過するというとんでもない走りっぷりを見せていました。21駅のうち7駅も通過してたのか。しかし2004年に早川と根府川に全列車停車、2007年には横須賀線との接続や需要を考えてか、戸塚にも止まるように。もはや普通と大差ないですね。辻堂も最近需要が伸びてきた駅なので、辻堂もそのうち停車駅に仲間入りするかも。もっとも、そうなったら快速アクティは廃止になりそうですけどね。廃止で思い出しました。この快速アクティなんですが、昼間の運転がなくなります。え、いやー、この快速って。もう次のダイヤ改正で東海道線快速が昼間にビュンビュン飛ばすことはなくなります。朝とか夜は飛ばすのか。朝は飛ばさないでしょう。夜の下りだけ飛ばすみたいです。あ、じゃあ少し不便になるの。湘南新宿ラインの特別快速については特に記載がないので残ると思われます。でもあれ、どれも熱海まで行かないんですよ。あ、それじゃあ結局アクティは微妙な立ち位置になっちゃうの。ショックですよね。ショックなのでじゃがりこを買いました。どういうことですか。だってグリーン車に乗ったという優越感とアッティの大減便のショックが入り、ま列車は坂和川を渡ります。さて、次の鴨宮はアッティ通過となります。アッティが次に止まる駅は構図です。4駅のうち1駅を通過ですね。お、通過じゃ通過じゃ。駅を通過するときこそ快速に乗っているっていう感じがしますよね。じゃがりこタイムでございます。グリーン車でグリーンのじゃがりこを食べるってわけじゃな。ははは、何か言いました。何も言っとらん。構図停車、御殿場線との分岐駅です。ところで次の停車駅はどこでしたっけ。次は確か平塚ですね。 13.9 キロをノンストップで駆け抜けます。おそらく快速アクティで最も楽しいと思われる区間です。10キロ以上ノンストップとはなかなかいいもんじゃのー。ですよねー。速達性以前にそういった意味で大減便はしてもらいたくなかったのですが。平塚停車、そういえばダイヤ改正後は平塚駅が頻繁に見られるようになります。ってことは平塚より西の本数はちょっと減りますね。大磯と二宮はデイタイム毎時5本から4本にちょっと減っちゃいますね。ま、需要を考えると仕方ないです。さて、平塚では向かい側の普通に乗り換えられるみたいです。親切じゃのー。やっぱりある程度乗り換える人はいますね。さて、相模川を渡って次は茅ヶ崎。残す通過駅は1駅ですか。そういうことになりますね。茅ヶ崎停車後、列車はほどなくして辻堂を通過。さすが快速です。さすがですけど、もう通過駅がないのは悲しいですね。今止まっている藤沢からは事実上の普通種別です。いやー、おしまいですね。まあここからは快速アクティとしての本領発揮はしないのですが、東海道本線としては大船から東京の間にこれだけの駅があります。うち東海道線普通列車が止まるのはこれ。お、まだ東海道線としては早いのか。はい、すでに十分早いです。特に横浜から戸塚の間は12キロノンストップですので、速度はそこまで速くはないですが、広い駅間を楽しむことができます。普通列車でも快速みたいですね。戸塚通過時代は 17.7 キロノンストップでしたけどね。そんなこと言っている間に横浜に到着。ここまで来たら都内まではもうすぐです。もう通過駅はないけど一応快速って言っとくんじゃな。とりあえずそうしておきたいのでしょうね。さて、多摩川を渡ればいよいよ東京都に突入です。ここら辺は京浜東北線および山手線に各駅停車の役目を担ってもらうゾーンです。青と緑の電車が各駅停車タイプってやつじゃな。一応京浜東北線にも快速はありますが、はっきり言って遅いです。結局東海道線に乗った方が一番早いんですね。品川、新橋と止まって東京へ。ここからは上の東京ラインじゃな。宇都宮線内は各駅停車なので、移行恩恵はありませんね。というわけで本日は快速アクティに乗ったという動画でした。なんか快速としては微妙な立ち位置でしたね。
ただ、昼の快速アクティは185系及び湘南ライナーと共に、消えてしまう存在なので、しっかり記録しておきましょう。それでは、本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またのー。